海魚ハンターの西野ゆうまです。マリンライセンスロイヤルの千野です。よろしくお願いします。うー大量魚芸人ハットリです。お願いします。お願いします。はい、ということで今回ちょっと、まあ、第1回戦お魚イラスト対決をやって、以前やりましたね、勝者が千野さん、はい、負けてしまったハットリさん、まさかですよ、はい、本当にイラストを仕事にしてるというのに腹立つ顔してるハットリさんからの熱烈な要望に第2回目が2回戦、はい、リベンジマッチですね、はい、ちょっと今回は2回ということで、はい、前回最終第3回戦だけ、はい、制限時間を設けたじゃないですか。はいはい、全てで制限時間を設けたいと思います。なるほど、はい、大丈夫ですかガチでやりにかかってるこれはちょっと待って、なんかいやでも僕もなんか嫌なハードル上がってなってましたけどこれ勝ったらもう、あ、これはもうじゃあ僕のメバルとサメが交換されます、ね、そうですね、はい、まあ、前回のちょっとまあ例えばオスとかだったらそのオイボシとかそういうのもポイントになる。なるほど、はい、了解です。はい、そしたらはい、まあ、第2回お魚イラスト対決、制限時間各3分、あ、もう短すぎるから、はい、3分か、はい、なるほど、ということで、はい、おいこしかけないよまあまた難易度上げてる感じで、はい、携帯使っていいですよね、前回と一緒で僕は、はい、そう、そのハンデがね、そのハンデのせいだからねそう、3回と携帯なしになるね、これということで、ちょっと第1種類目、はい、いきたいと思います、はい、まずはまあ、やっぱりみんなが知ってるような魚から、はい、じゃあ1種類目、お題はアユでお願いします。アユ、なるほど、準備できたら教えてください。ちょっとあの、浜崎あゆみが出てきた。もう始まってますよね、じゃあね、まだもう始まってますよ、まだもう始まってますよ、何やってんすか。 OK でーす、はい、レディー、あ、ちょっと待って、よーい、はい、スタート。さあ、食べて美味しいアユ、どういうイラストになるんでしょうか。アユ釣ったことあります、皆さん。僕はありますね、ただ小さいチアユですね、僕は。チアユはね、なんかあのあれも食べるじゃないですか、あの虫餌も食べるから、大きくなるとコケばっか食べちゃうから釣れなくなりますよね、なかなか。千野さんはどうですか。アユ釣ったことありますよ、あのルアーで、あ、うん、アユのルアー巻いてたアタックしてきて釣れたのが1回だけ、広島でした。へえ。服部さんどうですか。僕のは毛針で、あ、毛針と、あと普通に山目狙ってたらちっちゃいの釣れたことありますね。残り2分です。清野さんスタイル、時間いっぱい使うという。そうっすよ、ね、もっと丁寧にやらないと。あ、ごめんなさい、ミスった、1枚使ってなかったから端っこに書いちゃった。あ、大丈夫です、なんかフリーザみたいなフリーザになってる。初めてですよ。服部さんは余裕の待ち時間です。はい、書く速さだけはね、うん、これが良くないのかな、この時間でもうちょっと書き込んだらいいのかな。それもありますね。なるほど、いいよ、2章もいらんこと言わない。残り1分です。やっぱりハンデがでかいですかね。アユは見ても見なくても僕は知らない魚だとそのね、ハンデが出てくるけど。残り10秒です。54、3、2、1、終了、はい、できましたでしょうか。はい、それではお題アユ、お二人のイラストオープン。はい、はい、おお、またやっぱ個性が。そうですね、はい、同じ魚ですけど全く違いますね。うん、まあやっぱ僕として書いたポイントとしては顎、はい、顎の部分で苔をこそぎ取ってるんで、その部分をちょっと強調して書いてみたっていうのが特徴と、やっぱりここのマークかな、特徴的なのが、ね、はい、かなと思いますね。瀬野さん の, 特あのここはポイントみたいなのありますか。ああ、やっぱここのマークとエラの感じですね、エラ蓋のところにちょっと模様が入るんですかね、ちょっとちょっと、はい、あとは、まあ、やっぱ口もちょっと厚ぼったいね、うん、あ、西原さとみみたいな唇なんで、まあ最近流行るね、オーバーリップというのを強調して書いてます、ね、なるほど。あとはこうですか、ヒレですね、油ビレは。そうですね、油、うん、ビレにはこの線が入らないっていうのも一応ポイントです。線が入らない、そうそうそう、よかったね、見てよちゃんと。ということでちょっと今回、はい、今回もちょっとまあ
それぞれ特徴というか個性が出てるんですけど、これはやっぱり口の形とか、こっちちょっと唇系の口柄みたいな。ああ、はい、確かに、あの笛吹き系のね、はい、っていうと鮭の仲間に近いですからね、はい、元も昔は鮭もかったっていう、はい、これはあとはこっち尾びれに線が入っていない。あ、そういうことそうですね、なんか時間をかけた割にちょっと抜いてしまう後半の尻尾、はい、尾びれ部分がなんか急になんかここだけタッチが変わってる感じでということで今回は、はい、まあ、その2点を含め、はい、勝者は服部さんです。よっしゃー、大量バチバチじゃん。あとでカメラ止まった沈められちゃうから。あゆか、あゆね、はい、なんだろう、どんどん大人げなくなっている気がする。ガチバトルに変わり始めてる。服部さん最初ね、若干最初の1回目は若干優しい感じがした。ガチな匂いがする。いやいや、そんなことない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 、そんな楽しくいかないといけないんだから。だんだんもそうですよ、本当に。続いてちょっと、はい、第2回戦お、はい、まあ、今川行ったんで、はい、海に行こうかなと思いますね、はい、海でちょっと難易度を上げてとなると、あとみんなが知ってるやつ、で、そうですね、これはちょっとまあ皆さん知ってるもので、はい、じゃあ2回戦目お題は、はい、金目鯛で。おお、金目鯛、はい、お願いします。これは無理ですね、はい、準備 OK でしたら言ってください。はい、 OK です。はい、 OK です。いきます、制限時間3分、はい、用意スタート。キンメは美味しいですよね。あれは美味しいですよね。この前煮付けにしたんですけど、やっぱ煮付けのもう旨味というか、うん、いい感じの脂も出て美味しかったです。炙りとかめっちゃ美味しいですよ、キンメの炙り。でもまだ金目僕釣ったことないです。あ、僕もない、思えば金目赤むつまだないですね。深海やってるのに釣ってないね。あれはでも専門の乗り合い船の方が早いですよね、多分ね。瀬野さんは金目はないですね。意外と金目鯛って体のバランス難しいですよね、書いてると、はい、間違えて、あの内容金目とか風船金目にならない。厳密だな、そこ見られると。残り1分30秒です。はい、うん、こんなもんかな。残り30秒。はい、服部さんは相変わらず書き終えました。そうですね、なんかさらっと書いて暇になって、はい、一瞬こう、まあ見ちゃうじゃん、チラッと見ちゃったらもう書いちゃダメだなっていう、はい、見ちゃいけないとかあるから、でこうやって見ると、あそこもっとこう書けばよかったみたいなのが出てくるんですよね。残り5秒、4、3、2、1、終了でーす、はい、さあお題金目鯛。はい、それではお二方イラストオープン。はい、はい、どんどん。お、またちょっとこれも個性が出ましたね。はい、もともと2人のタッチが違うもんね、はい、ちょっと僕のポイントとしてはやっぱ金目をできるだけアピールして光った目にしましたね、はい、うん、こんな感じ。瀬野さんのポイントは、あ、僕はやっぱ目の輝きと金目だといえば、あと口の感じですね、ちょっとなんて言うんでしょう、多めハタチックな、こう、バッと、こういう特徴的な、ちょっとしゃくれた感じの、はい、そうなんです、ちょっと上見てる感じですね、はい、そうですね。あとはまあここの白と赤のラインの違いと、あ、なるほど、色分けか、はい、あ、青梅肌に近い金目かな。なるほど、で、あの、そうですね、デンデンに近いかもしれないけど認めてしまった今。そうですね、ここちょっとまあポイントというか、瀬野さんの方がちょっとエラの
ゴツゴツというか、指に引っかかる感じがこういう風にあの線で表されてる、はいはいはい、ところがいいなと思いましたね。ちょっとデフォルメしすぎてるのかな、こっちはな。そうですね、その辺と、まあ、若干尻びれのあたりが両方違います。なんか全く違いますよね、足びれらへんか。そうですね、結構こう幅長かったと思うんだけどあれ違った、こんな感じ。あ、長さはあるけど、ここはまあ結構鋭いから、うん、こうやって閉じてるとして見れば合ってるんだよね、うん、採点がすぎて、すいません、なんかすいません、なんか僕もちょっと自分で自分が嫌になってきてないか今はい、これはそうですね、決まりました。はい、はい、どうですか。第2回戦金メダル、はい、勝者はせーのさんです。おーい、くしゃはいよー。尻びれのところとエラブタの、なるほど、そこがポイントだったか、はい、目で見ればこっちの方が見える、はい、輝きが、これ勝ち負けの感じ前回と一緒ですね最後まで流れが来る、やばいな、最後に絶対マニアック感来るもんな前回最後何でしたっけ。前回はあのなんかワニ口いつもなのがハッテルさん、どうでした。いやー、だこう想像の生き物を作り上げた感じでしたね、今日ね。そう、はい、やっぱり深海に行きますかね。深海、ね、だと思うよ、西野君の。なるほど結構ガチな感じにこうなってきてしまう、なってきてしまいましたね、なんかちょっと僕もなんかちょっと意図したわけじゃけど、そうなってしまった自分がなんかまだこれ服部さん知ってるかもしれないです。はあ、じゃあ第3回戦、はい、ちょっとまあ予想してる系統を裏切ってみますか。はい、今 お題は一文字舞台で、一文字舞台、はい、一文字舞台、名前は知ってるな。この特徴がちょっとある。マジで、きつくねえ。一文字舞台、はい、準備 OK ですか。はい、用意、3分ですね、はい、用意、スタート。一文字舞台、これはちょっと僕、小笠原で釣ったんですけど、まあ、沖縄とかにもいますね。じゃあ前回ちょっとワニグチツノザメちょっと2人とも苦戦してたんで難易度落としたつもりなんですけど、いや上がってくる一文字、とりあえずまず一回舞台書いて。服部さんもあんまピンとこないですか。うん、来てない。舞台で釣ったのって何種類だろう。普通の舞台と大々舞台のメスと3種類ぐらいしか釣ってないんだよね。舞台2分切りました。いや、一文字って名前から予想すると、一文字こういうことか、これでいいのか、合ってるか、違うか、違う気がするな1分半です、残り。はい、もう絶対見ないにしよう。服部さん早いですね。はい、でもこれ以上手を加えたら変わってきちゃう気がする。残り1分です。あの南の島の綺麗な白い砂浜はブダイの糞っていうね、雑学でブダイがサンゴ、死んだサンゴをかじって砂に変えるから、ああやって綺麗なビーチになるという雑学。セイナさん相変わらず時間いっぱい使いますね。これすげえ時間かかるんですね。そうなの、うん、さらっと書いてたから合ってないのかな。じゃあこれ残り30秒です。マジで模様がすごすぎる。あ、そうなんだ。特徴がこんなシンプルじゃないか。じゃあ釣った時おおってなります。残り15秒。服部さん想像もで
想像ですね、これは一文字の名前からこうかなと思って書いたけど、その大変って言われると5、4、3、2、1、終了。うわ、間に合わない。さあ、お題1文字ぐらい、はい、第2回最終戦ですね。はい、お疲れ様で準備はよろしいでしょうか。はい、それではお題第2回最終戦1文字ぶだいオープン。はい、ドン。お、あ、これもやっぱちょっと2人とも違いますね。こっちは1本こう線が、そう、1文字だからこういうことかと思って、はい、とりあえずぶだいを書いた後に1文字ってなんだろうと思って、こんな感じです。で、清野さんは、まあ、全体的にこういろいろ手を加えてって、そうですね、ヒレンドウなんかすごい模様が入ってたんで、これを見てました。なるほど、オレンジのラインが入りました。なかなか黒ペンで表すの難しいですよね。そうですね、オレンジなんでねこれは問題を考えた人に問題があるのではないか。出題者に、出題者に、出題者に、及川とかも及川、こういう印象どうすんだよね黒くなってくる一方これはまあ僕的にはちょっと、まあ僕釣ったもの、はい、写真差し込みに近いのが、はい、もうどっちかなんですよ。もうどっちだ、一文字なのか。それでは判定、はい、いいですか。はい、一文字舞台第最終戦、はい、勝者は服部さんです。おお、本当に、はい、LINE ですね。あ、そうなんだ。はい、え、この感合ってた。こういう感じですね。あ、本当に。はい、せいのさん、あの画像を調べてもらえるこう LINE の場所が違うか。あ、こういう声。そうですね、これ、はい、これは特徴的な方だ。なるほど、はい、特徴か。釣った時におってなる色じゃないですか。そのなるね。うわ、合ってた想像の舞台想像ですげえ。おー、なんだろう、今めっちゃホッとしてる。なんだろう、なんか今終えて大人げないぐらい今俺多分気負ってたんだって思って。もはや出題者の問題だとか言ってました。攻め始めたということで、はい、第1回戦は、はい、第1回お魚イラスト対決勝者清野さん、はい、第2回お魚対決イラスト勝者服部さん、第1第1ですね。第3回戦、はい、もう1回もあるの。はい、まだ続く、まだ続くということで、はい、第2回お魚イラスト対決勝者は服部さんです。イエイ、太陽。なんか大人げなくなってきた自分が恥ずかしい。あ、3回戦で巻き返します。新回をちょっと足しないか。次の第3回戦に向けて、はい、淡水増やしてほしいな。おのおの得意ジャンルを言うっていう。わかりました。はい、ちょっと、まあ、いろいろ考えちょっと出題をしていきたいなと思います。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。